夢をかけるか、みんな。もちろん、みんなもかけるんだよね。もちろん、みんなも、共にかけるんだよね。よくみんなの気持ちに応えて35万円。なんだこんなのカジノでもやったことねえよ。やばいよ。やばいよ。どうするこれ勝っちゃったらさ。やばいよ、ちょっとさ。ねえ。ちなみに、ミコはね、過去に何回か競馬配信をさせていただいておりますけれども、絶対に勝つぞ、絶対に来るぞというね、馬に、入れてもなおね、そこかーみたいな感じでね、負けていくというね、ミコチが入れる馬はね、負けるんじゃないかっていうね、ジングスまでね、ミコピーにね、提唱されるぐらいには、ちょっとあれですけど、今回は違う今回は違うルメール、下打ちしてたよ。ルメールを信じろ。ルメールさんは強いよ。めちゃくちゃ力のある騎手さんだし。ただ、懸念点があるとしたら、めちゃくちゃ外枠ってことぐらいだよ。正直。ルメールの下打ちを信じろ。クソっていう気持ちで、やってくれるかな。スタージョーアイス、兄だよ。待って、買い方だけ決めよう、マジ、買い方だけ。買い方を決めよう。夢の三連単。夢の三連単はね、なんかミコいろんなの、人の見てて、すごい心にズシンときた言葉があって、ズシンときたのがあって、一頭も当てられない人が三頭当てれるわけない。それは、本当にそれが、本当にそれないってなって、それは、そうだよねって、まずは糸当てるところからだよねって。思ったわけ思ったわけグーの根も出ねえグーの根も出ねえよ、みゆこまだ当てたことないんだもん今見てるよ、そう、今見てる。ドジュース。ルメールの肌ツアー良かった。ルメールの肌ツヤ良かったじゃねえんだよ。いや、ミコは、今回、副賞一点にするわ。その、スターズ・オン・アースに、35万円、副賞入れた場合と、ジャスティン・バレスに、35万副賞入れた場合って、やっぱり、帰ってくるお金が違いますよね。それで言うと。ジャスティン、プラス17万。スターズ、プラス35万え奇跡やん !35 万プラスされんの ?35 万かけて35万プラスされんの ?70 万になるってこと?もうスターズ・オン・アース一択やんすね。これいきますか。スターズ・オン・アースが3位内に来ると信じる。みんな決めたね?ルメールとミコを信じろ。こんにゃーうわー購入したー無事に。スタートやったやったやった頼むジュ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 ジ
怖い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 、頑張れ、え、すごくない、すごいよ、いいよいいよ、そんな逃げある、いい、めっちゃいいぞ、頼むよ、頑張れ頑張れ、来て、ジャスティン行け、頼む、ジャスティン、頑張れ、成功やった、いいよ、え、待って待って、これ来たじゃないの、え、来た、え、来たよ、え、未公開戦来たよ、来たよ、これ来たよ、同時視聴も考え物なのだ、もう踏みつぶして帰っちまめで帰るわ、またやろうね。